どうも皆さん、こんにちは。小山です。まあ、今回はですね、現役でね、マーチに受かったね、学歴中が教えるね、マーチの穴場学部という。まあ、私ね、まあ、かなりの受験オタクで、まあ、なんとしてでも、高学歴の称号である、まあ、マーチの称号が欲しかったので、まあ、必死に勉強しました。で、マーチ受かりゃどこでもいいなっていうふうに、最初は考えてたので、まあなんで穴場学部とか、まあ僕知ってるんですけども、結局はまあ自分経営とか、社会学やりたいなっていうことで、まあ経済、経営、文学部に、まあ絞ったという感じですね。ということで、まあともかく、こう、マーチのね、穴場学部とかね、そういう風のね、どこが楽な学部とかっていうのは僕一番知っているので、それを皆さんにね、ぜひね、教えたいかなというふうに考えております。まずは、明治大学。まず最初にお勧めしたいのが、明治大学農学部です。偏差値 57.5 から 62.5。まあ、明治大学の中では、まあ、明治大農学部っていうのは偏差値が低い。明治大学では、この明治大学農学部は、すごい郊外に位置するんですよ。それで、明治大学農学部なんですけども、まあ、偏差値が低い。まあ、合格帯最低点も低いんですね。それだけでなく、科目も割と自由に選べます。で、英語さえできれば、数学、国語、社会、理科。これ、どの組み合わせでもいい、みたいな。そんな感じの入試になっておりますので、まあ、多少ね、田舎であるのを我慢できるのであるならば、これはおすすめかなっていう考えております。ね、農業もね、本気で学びたいとかね、家庭菜園くらいだけども興味あるよっていう方は、ぜひ農学部とか行ってみてもいいんじゃないでしょうか。まあただ、農業に興味なかったら、まあただ辛いだけなので、ただなんか、学歴のためだけに農業を学びに行くっていうのは、ちょっと僕は、動機が不純かなっていうふうに思いますね。なんで、こう、農業に興味がちょっとでもあって、で、学歴が欲しいってならば、明治大農学部、ね、マーチのてっぺんということで、高学歴ですね。まあ、非常におすすめかなというふうに思います。ね、青山学院大学、コミュニティ人間科学学部でございます。偏差値 57.5 ですね。まあ、これは、個人的な偏見だけども、変な横文字がある学部っていうのは、あれなんだわ。こう、偏差値が低くなりやすいっていう。まあ、これは僕のね、身勝手な偏見なんですけども、横文字とかコミュニティとかね、あとはビジネスとかね、インターナショナルとか、そういうのが入ると、なんか、途端になんか、うさんくさい学部のイメージになるんです。まあ、この話は置いておいて、偏差値 57.5、まあ、共通テストも 72% から 81% と、まあ、かなり低めの基準なんですね。で、さらに相模原キャンパスって、まあ、かなり相模原ということだけあって、大学の中でもまあかなり偏差値が低いんですよ。東京とかに行って合コンで青学って言ってモテたいって言うんだったらば、ワンチャンなんとかなる可能性がありますね。まあ、青学という学歴を手に入れるだけであるならば、これはかなりおすすめです。で、相模原って、まあ、これ僕近いからわかるんですけども、結構田舎なんですけども、多摩同様、過ごしやすいです。しかも相模原って、橋本周辺に住めば、京王線も通って、まあ、一本で新宿に行けるし、なんならば、電車一本で横浜線から横浜に行ったりとか、八王子とか行ったりできるので、結構ね、こう、中央大学なんかよりも、全然、場所の立地はいいんですよ。本当におすすめ。で、教典も低いし、なんせ2科目受験とか3科目受験とかあるから、少ない努力で、大きな学歴というモテを得たいのであるならば、ね、コミュニティ人間科学部は、おすすめでございます。立教大学コミュニティ福祉学部ですね。こちらもコミュニティがつきます。で、まあ、コミュニティというつく
だけあって、まあ、まあちょっと、まあ、うんとはなりますよね。うん、なんか横文字があると偏差値が低めになるんで。やっぱりそういう違和感っていうのがあって、こちらも立教大学、まあかなり近年、偏差値上げてきてるんだけども、偏差値 57.5、共通テスト72から81%です。で、新座キャンパスっていうのは、埼玉にある学部なので、立教大学の一等地である、池袋では学べないけども、埼玉で学ぶことができるというわけですね。こちらも、まあ、青学のコミュニティ人間科学学部と似ていて、2科目受験や3科目受験もできるんですよね。共通テストも、まあ、かなり低く、4科目で 72% 取ればいけるので、かなりおすすめ。で、しかも、福祉は、しばらく食いぶちに困りません。なぜならば、最近は、ね、おじいちゃんとか、ね、あと障害者への配慮っていうのが進んでる結果、福祉っていうのはかなり産業としてでかくなってるんですよ。これならもう、まあ、福祉進められて、まあ、僕は老人の介護なんて死んでもやりたくないって思ってるクズだから、ブチギレしたんですけども、まあ、ともかく、まあ、福祉業界っていうのは盛り上がってる熱い業界なんですよね。実はかなりね、熱かったりする、そんな、業界なのかなって考えております。で、4つ目が、法政大学ですね。法政大学スポーツ健康学部、現代福祉学部ですね。こちら、偏差値55から 57.5。法政大学の、まあ、多摩キャンパスっていうところ、うちの中央大学多摩キャンパスと立地変わんないんですけども、こう、法政大学の多摩キャンパスの場合、京王線の目白台駅っていうところを降りてバスで行かないといけないから、まあ、割と大変だったりする。結構中央より田舎なんだけども、まあ、法政大学という学歴が欲しいのであるならば、法政大学スポーツ健康学部とか、現代福祉部とか、おすすめです。ね。まあ現代ね、結構ね、こうスポーツ科学とか発展してますしね、こう、福祉の需要もね、先ほど述べた通り高くなっておりますから、ね、中央よりも辺境っていうね、部分を我慢すれば、意外に結構お得かもしれません。ただ、あそこの地域は、すげえ田舎だっていうことを付け加えておきたい。僕のお友達にも法政大学のこう多摩キャンパスの方を向かったんだけども、なんか、いいかな、みたいな感じになって、まあ、正々明白に通ってるっていう子を知ってます。まあ、それぐらい田舎なので、学歴がね、欲しいのであるならば、多少の田舎の環境くらいは我慢できる。で、最後。我らが中央大学でございます。まず、中央大学文学部。これは偏差値 52.5 から60で、共通テストも、75から 82% あります。まあ、科目によっては、ね、中央大学文学部って珍しく漢文使えるんだ。国立志望だけども、滑り止めどうしようかなって迷ってる人は、中央大学の文学部おすすめですね。どちらかというと書かせる問題があるので、そういう面でも国公立向きだと思います。さらにですよ。さらに言えば、ね、多摩キャンパスの図書館。もう、これ、おすすめするんだけど、かなりでかいんですよ。ね、こう、むちゃくちゃ広い。むちゃくちゃ広い上に、割と、ね、資料も多いから、おすすめだよ。で、それに、東京都の郊外だから、でかいブックオフが結構あるんだよね。長山であったりとか、立川であったりとか。近所で言えば堀の内だったりとか、まあ文学部ってやっぱ本だと思うんだけども、そういう本の部分に関しては充実してるし、何よりもね、こうね、中央大学の論破王ことね、ひろゆきさんの後輩になれるので、実はね、熱かったですよ。そんな大学がね、学部が中央大学文学部ということになります。で、最後、中央大学経済学部です。まあ、理由は単純でしょ。俺でも受かる。これ以外の理由がありますか？まあ、中央大学はマーチの中でも簡単だしね。なんだかんだ言って人も、まあいい人多いので、まあおすすめです。と、まあ中央寺が訴えかけているので。
歴を求めて大学に行くのは結構不健全だと思います。それよりも何がやりたいかを優先させるべきかなと。僕も最初経営やりたかったんだけども、間違えて経営と似た経済って学部に入っちゃったせいで、数学ができないのに経済学部っていういわばバカなことをしましてですね、こう大学の勉強についてこれないみたいな、こういうアホなことがあるので、こう学歴だけを追い求めると、まあなんて言うんでしょう、自分の、価値を見失うぞっていうことで、まあどちらかといえば僕はね、ちょっとランクが下がってもいいから自分のやりたいことを追求するのがいいと思います。社会学部とかさ、ね、そういうとこ受けりゃよかったかなって後悔しているので、結局はね、学歴なんかよりもね、こう行きたい、何を学びたいかっていうのが大切にするのがいいかなと思います。まあでもね、まあ現実問題、学歴持ってりゃ潰しが効くから、現に僕の YouTube なんて、まあ、学歴のおかげである種集まってる部分もあると思うので、まあ学歴を持っとくと割と潰しは効くぞっていうことを最後に伝えて、この動画を終わりにしたいと思います。ではありがとうございました。さようなら。